国鉄機派185系機動車四国真ん中千年物語四国真ん中千年物語は四国旅客鉄道が多度津駅応募系機関を土産線経由で2017年より運行している特別急行列車観光列車であるイオナダ物語に続く四国で2番目の本格的観光列車として2017年4月1日より運行を開始した 四国真ん中千年物語は四国の中央部を走行し沿線に全通寺やこと宮らぐる平家を中土伝説の家など千年の歴史文化があることから命名されたコンセプトは大人の遊山昔徳島の子供たちは桃の節句などに弁当を持って野山に行く遊山と呼ばれる風習があったその遊山を気軽に楽しめる列車旅として現代風に アレンジしたものが大人の予算である。車内は日本の佇まいをコンセプトとした和のインテリアとなっており、香川、徳島の地元素材を使用した教職サービス、アテンダントによる観光案内やおもてなし、車窓からは吉野川、大ボケ、小ボケの渓谷日が楽しめるようになっている。多度津駅大ボケ期間が観光列車運行区間に選定された理由として、 予算線の伊予灘い区間を走る伊予灘物語が海をテーマとしていたため、次の観光列車は山、川としたいと考えていたこと。阿波池田駅大ぼけ駅間には1997年より大募けトロッコが運転されていたが、2015年春に琴平駅大ぼけ駅間を運転し、つぼじり駅でのスイッチバック体験を追加するなどした。 土産線秘京トロッコにリニューアルしたところ、個人客、団体客とも増加したこと、運転区間が、香川県の香川瀬戸内アート観光圏と徳島県の西川剣山、吉野川観光圏と隣接している2つの観光圏を通っていることから、観光圏をつなぐ観光列車の運行により、新たな旅行需要の創出が期待できることが挙げられている。 2017年の日経優秀製品、サービス賞の最優秀賞を受賞している。乗車率は運行開始から2年経過した2019年時点では平均9割を超えていた。基本的に毎週金曜、土曜、日曜と祝日に多度津駅大ぼ駅間で一往復運行されている。午前に運行する下り列車の愛称は空の号乗り行きで空の里とは 徳島西部の険しい山岳にある集落とその暮らしのことである。午後の上り列車の愛称は幸せの郷乗り行きで、ことひらぐるのキャッチフレーズ、幸せさんコンピラさんや暖かいさぬきの里山のイメージなどから名付けられた。特急列車、かつ全席がグリーン車指定席となっているため、利用には乗車券のほか特急券、指定席グリーン券が必要である。ただし、 特急券、指定席グリーン券は、琴平駅応募経営機間を含むことが発売の条件であり、多土津駅琴平駅間のみの利用はできない。また、本列車では、特急料金の乗り継ぎ通算制度は適用されない。地元のシェフによる、地元の食材を使った食事を提供するサービスがあり、空の棒乗り行きでは、香川県食材を使用した。 さぬきこだわり素材の洋風料理が幸せの郷のりゆきでは、徳島県食材を使用した大人の遊山箱がそれぞれ提供される。なお、これらの食事のサービスを受ける場合は、当列車の特急券、指定席グリーン券を提示の上で別途食事予約券の購入が必要であり、乗車日の4日前までに購入する必要がある。食事予約券は JR 四国のほか 東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道管内の緑の窓口と一部の大手旅行代理店でも発売する。多度津駅全通時駅琴平駅大墓駅他に、以下の駅でも運転停車を行い、駅によってはホームに降りることも可能。琴平駅には、四国真ん中千年物語利用者専用の待合室、ラウンジ退治があり、 食事予約券購入者に飲み、空の孔のりゆきの乗客には、ウェルカムドリンクが、幸せの孔のりゆきの乗客には、フェアウェルサービスとして、シャーベットが、それぞれ提供される。キハ百八十五系機動車を改造した三両編成が、使用される。外観のデザインは、四季の移ろいを表現しており、ラッピングフィルムで一号車、春萌の昭和緑色、二号車、夏清の章は青色、 反対側の、冬真の章は、白色、三号車、秋、綾の章は赤色を基調としている。車内も、日本の佇まいをコンセプトに、各号車ごとの外観デザインと合わせ、徳島県産杉など木材に包まれたインテリアとなっている。ヘッドマークは、サヌキ最大期前のタブの木、全通じのクスの木、リアの保護杉などをイメージしたデザインとなっている。また、 イオナダ物語と同様に改造時にミュージックホーンが装備され、駅到着時と発車時に鳴らす。大ボケ。ありがとうございます。